神々の戦いであるはずが、凡人の背に隠れるか。その上今更人間のため犠牲になろうと大行な立ち回り、よほど自己陶酔の好きな神だな。増える！データはだいぶ集まったわ。あなたが私から神の心を奪おうとしたのが、これで何回目かわかる。さっきので168回目よ。知っているかしら、スメールの民はあなたを創造するために同じ回数の過信探査を過ごし、同じ回数の輪廻を強いられた。無教の力、一体いつから始まっていた？君たちは無教の中でさえ僕を破れない。こんな小賢しい真似に何の意味がある？さあ、前と同じように私が夢の中の記憶を呼び覚ましてあげる。ああ、これ貴重な戦闘経験だぞ。それだけじゃないわ。神の名のもと、すべての神の英知を束ねる。これこそアーカー社本来の機能。先ほど起きた全てを知識としてスメールの民に伝達したわ。そして彼らに偽りの神を破る方法を見つけるようお願いした。今スメールの知恵があなたの力となる。抜かせ！これで茶番も終わりかな。今度こそ正真正銘神々の対決と受け取ってもいいかい？ええ、お願いね。私グエルの一人目の賢者。